少しだけ我慢しろ。ここは仮想空間だ。我々がロードしたものだ。何でも読み込める。服でも道具でも武器でも訓練シミュレーションでも必要なら何でも。それじゃプログラムの中にいるのか。信じられないのか。服は変わり、腕や頭のプラグも消えている。髪型も違う。今の姿は自分の意識を投影したものだ。心の描き出すデジタルな自分だ。これも現実じゃない。何が現実だ。現実をどう定義する。もし君の言っているのが感じるとか匂いがするとか味がするとか見えるとかなら、現実は脳が解釈するただの電気信号だ。これが君の知る世界だ。20世紀末の世界の姿だ。今は脳が描き出す仮想の世界としてのみ存在する。それがマトリックスだ。君は夢の世界に住んでた。今実際に存在するのはこれだ。闇の世界へ。これが現実だ。当時の情報はごくわずかしかないが、これだけは確かだ。21世紀初めのいつ頃か人類は一つになって祝杯をあげた。そう、それを生み出した人類は自らを称えた。 AI だ。 AI？ 人工知能のことか。それは単一の意識で機械全体を支配した。どちらが先に攻撃したかそれは分からない。だが空を闇に変えたのは人類だった。当時の機械は全て太陽エネルギーに頼っていた。だから太陽を隠せば機械は生存できなくなると人類は信じた。人類は歴史を通じて機械を利用し生存してきた。ところが運命は皮肉を心得ていたようだ。人の体が生み出す電力は120ボルトの電池以上で、体温は6300キロカロリーを超える。それに核融合を加え、機械は必要とする全てのエネルギーを手に入れた。畑だ。限りなく広がっている。そこでもはや人は生まれない。栽培される。私も信じていなかった。だがこの目でその畑を見た。死んだものは溶かし、生きているものに静脈から与える養分とする。その作業が恐ろしい正確さで行われている。私はそれが真実だと悟った。マトリックスとは何か。支配だ。それはコンピューターが生み出す夢の世界だ。人を支配するために作った。今の人類の実態はこれだ。嘘だ。俺は信じない。そんなはずない。確かに信じがたいことだ。けれど真実だ。やめろ。出してくれ。ここから出せ。出すんだ。落ち着いてね。落ち着いて。外してくれ。外すんだ。俺に触るな。近づくな。あっちに行け。俺は信じない。信じない。信じないぞ。行かれちまう。